なんであんなカスウマに全額ぶっ込んじゃったんだよ。お前らも止めろよな。すいません。あれ？あんたヒロトの。偶然だね。なあ、あんたに噛まれたこの後、朝残ってんだけど、慰謝料払ってけんねえかな。ちょっと、どいてもらいます？警察呼びますか？呼べば？ちょ、何する？それだけ。ちょ、話。あ、いらっしゃい。あれ、そこでさくらちゃんと会わなかった？いや。おかしいな。さっき帰ったばっかりなんだけどね。なんだよ、3000円かよ。は？おばちゃんなんだからもうちょっと持っとけよな。まあいいや。暗証番号いくつ？本当に、いい加減にしなさいよ。こんなことしてただの大間違いなんだ。うるせえ！ベラ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 するな、このババア。そうだ。ね。そうだ。ありがとう。あ、でも私のせいで怪我させちゃって本当ごめんね。お前のせいじゃねえだろ。悪いのはあいつらなんだから。あの人ね、ヒロト君が前に付き合ってた彼女のお兄さんなんだよね。あ、私と付き合うことで別れちゃったからさ、私のせいでもあるんだけど、だから私が絡まれるのはしょうがないんだけど。何の関係もない立花まで巻き込んじゃって本当ごめんね。みんなして関係ない関係ないって言うなよ。え？俺だってお前のこと好きなんだから関係なくないだろ。関係ありまくりだろ。何言ってんだよ。これを片付けて、消毒液も。一緒に行かないか、ニューヨーク。
今までお前の気持ちが一番大事だと思ってた。でももう我慢するのやめた。お前は俺が幸せにする、俺が守ってる。だから一緒に行こう。君と会ってくる。やっぱりね、ちゃんと話してくる。そっか。なんかあった？ひろとくん？嘘なんだよね。え？もうダメな人だな。また騙されちゃってるよ。だから全部嘘なんだよ。あんたを好きって言ったのもプロポーズしたのも全部嘘。そんなの分かりきってるでしょ。考えてみてよ。俺みたいな若い男はあんたみたいなおばさんに本気になるわけねえじゃん。ああ、面白かった。でももう飽きちゃったから終わり。これ以上付きまとわないでくれ。決めんなよ。チェックして。え、もう帰っちゃうの？もうちょっと待ってみれば。もう来ないよ。凛太郎、あんた S だと思ってたけど結構 M だよね。なんだよそれ。さくらちゃんと彼が二人きりで会うのを許しちゃうなんてさ、どう考えたってマゾでしょ。どっちみち迷ってる奴ニューヨークなんか連れていけない。そういうとこちゃんとしすぎてんのよ凛太郎は。で、いつ立つの？来週かな。ありがとう。
アイス何買ったの？何があったんだよ。